行けますオラ。ここが決めますオラ。行け。始めるぞ。くらえ。思い知らせてやろう。くらうがいい。はあ。人暴れするで。覚悟しや。うん、これでいい。嫌いだ。一気に行くぞ。はあ、無駄だな。曲がったことは嫌いだ。食らうがいい。うちの活躍見たって。
無駄だな。うちの活躍見たって。
堂々とか言うなよ。こっちの出番やな。これでも食らっとき。いけます。おろ、本気の技です。おろ、どうだ。誰が相手だ。全力で行くぞ。容赦はしないぞ。行くぞ。納得の結果だ。気をつけろよ。の活躍見たって。ほれほれほれ。無駄だな。始めます。おら、後悔させちゃいます。おら、やるぞ。いけ。うわ、行くぞ。手加減なしだぞ。容赦はしないぞ。無駄だな。あざ、思い知らせてやろう。正面から行くぞ。うちの活躍見たって。渾身の一撃。緊張します。おら、失礼します。おら、出番だ。どうだ。誰が相手だ。ぶっ飛ばす。ひどいです。おら、いいか。ほら、行くで。どや。思い知らせてやろう。行くぞ。
わら。後悔させちゃいますわら。もっともっと強くなるぞ。レベルアップだ。戦闘開始だ。で、人暴れするで。これでも食らっとき。抜けますわら。本気の技ですわら。いけ。俺様の出番だな。手加減なしだぞ。曲がったことは嫌いだ。捕らえる。で、人暴れするで。それ誰が相手だ。覚悟しろ。緊張しますわら。イラ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 。本気の技ですわら。勝ちましたわら。強くなったで。さばらしていくか。こわっ。人暴れするで。覚悟しや。頑張りますオロ。私もせよ。行くぞ。どうだ。誰が相手だ。
謝はしないぞ。全員何すんねん。無駄だな。カモン、やめんか。曲がったことは嫌いだ。捕らえる。俺様の出番だな。くらえ。いけます。オロ出番だ。よし、この調子で進むぞ。無事といえば無事だな。女の子が大量のパンツに囲まれた図ってすごくシュールよね。しかもエリアリーダーさんですしね。確認できたのはいいが、どうする？ブラブラ捕まえられなかったし。おい、それで隠れたつもりか。さっさと出てこい。俺の魂のパンティーを取り返しに来たぜ。で、真犯人とやらはどうした？わしの前に連れてくるのではなかったのか？それは、私のせいなの。ほう。私のせいで真犯人のブラックオットニアスに逃げられてしまったの。敵の言葉を信じろと。でも犯人が別にいるのは本当なのよ。くだらん。もっとマシな言い訳を考えろ。本当なのに、ブラブラとオットンは別なの。ふざけるな。やはりお前たちが犯人なのだろう。くだらん時間稼ぎでわしを煩わせおって、お前たち全員叩きのめしてくれる。わしの睡眠時間を返せ。俺様の出番だな。全力で行くぞ。容赦はしないぞ。捕らえる。これを使うか。誰が出るぞ。やる
しかあらへんな。覚悟しや。腕が鳴るぞ。全力で行くぞ。始めますわよ。今が頑張りどころですわら。待ってたぞ。行け。これで少しでも離れるぞ。曲がったことは嫌いだ。捕らえる。やめんか。人暴れするで。覚悟しや。これを本気に。本気でやらせてもらうぞ。俺様の出番だな。全力で行くぞ。頑張りますオロ。頑張ってくださいオロ。やってやるぞ。いけ。曲がったことは嫌いだ。食らうがいい。頑張れ。ありがとう。何すんねん。うちの活躍見たって。これでも食らっとき。俺様の出番だな。手加減なしだぞ。するがいい。食らうがいい。あら、うちの出番やな。ほれほれほれ。これで少しでも大きに。腕が鳴るぞ。食らえ。本気でやらせてもらうぞ。本気でやらせてもらうぞ。どうだ。まだ続けるだと。頑張ります。オロしっかりしてくださいオロ。はじっ。これでも食らっとき。これを。気が利くな。容赦はしないぞ。食らうがいい。誰が相手だ。ぶっ飛ばす。これで少しでも。ありがとう。惜しいですね、アロ。出番だ。どうだ。はじっ。人暴れするで。痛いで。は
本気で行かせてもらうぞ。本気で行かせてもらうぞ。本気で行かせてもらうぞ。緊張しますわら。戻ってやったぞ。無駄だな。曲がったことは嫌いだ。正面から行くぞ。やってやるぞ。やんだじ。これは一体。これを。これは跳ねるぞ。うちの活躍見立て。ほれほれほれ、行くぞ。覚悟しろ。どんなひどいですわら。一緒ですやろ。頑張れ。重い。思い知らせてやろう。食らうがいい。行くぞ。行くぞ。死にたくないです。ソロ行くぞ。倒れよ。エッジまだ続けるだと。なんだこれは。これは一体どこに。あ、なんだこの感覚は。そこには何もないぞ。体が、そこ、わしが興奮しているだと。無駄だ。やめろ。そこはまだ続けるだと。なんという感覚だ。すごいぞ。すでに何か。過信するな。危険だな。なんだこの力は。体が。大丈夫か？ててすまぬ。足がもつれて。あ、何をするのだ。そのようなところ。ごめん。その様子なら無事に戻ったみたいね。まだ我らが犯人だと思っているか。いや、よく考えてみれば犯人はそやつのようなピンクではなく黒かった気がしないでもない。そうそう、オットンはピンクでブラブラは黒いの。色違いなんだよ。本当に2匹いるのか、あんな生物が。よかった、誤解は解けたようですね。わしの支援に巻き込んでしまった。申し訳ない。パンツは返そう。俺のコレクション。まあそれはもういいよ。
うちらも追ってるしね、その迷惑の犯人。あ、お主たちも奴に睡眠妨害を？いや、そうじゃなくて、ブラックオットニアスのせいで今世界が大変なことになっているの。世界が？ご存知ないですか？伝承にある大地の隆起が始まっているんですけど、しばらく前から。知らん、寝ていた。そうですか。あのね、ブラックオットニアスが。いや待て、説明はお主以外のものがいい。そうだな、お主。私？そうだ、ハキハキしていそうだ。そっちのは聞いていると眠くなりそうだ。ふん。あ、じゃあ一から説明しますと。なるほど、それでお主たちは犯人を追っているのだな。ねえ、ブラックオットニアスから常闇のブラを取り返すことが私たちの使命なんです。その度わしもついていって構わぬか？ええ、わしの安眠を邪魔した罪、ブラックオットニアスとやらに一発かまさねば気が済まぬでな。それに世界が滅びたら永遠の眠りになってしまう。わしは眠るのが好きだ、大好きだ。だが永眠したいわけではない。本当に寝るのが好きなんだな。当然だ。これからよろしく頼むぞ。動機は何であれ、ご協力感謝します。ふむ。ちょっと気になることがあるんだ。この後大神殿に行っていいか？ええ、構わないけど。どうしたの？巫女様に会いたいんだ。We'll be right back.
うちの出番やな。痛いで。緊張しますわら。いいですか。誰が相手だ。全力で行くぞ。後悔するがいい。思い知らせてやろう。捕らえる。まだ気を抜くな。うちの出番やな。出番ですわら。本気の技ですわら。この調子で進むぞ。
始めるぞ。思い知らせてやろう。こわっ。ほら、行くで。出番です。ワロ、やるぞ。腕が鳴るぞ。やったことは嫌いだ。こわっ。この調子で。きっと暴れするで。緊張します。ワロ、そう。ですか。ゼノクスが巫女様にご相談したいことがあると。私にですか。何でしょう。実はまた陽子に会いまして。ブラックオットニアスの仲間のモンスター娘ですね。また妨害を。いえ、陽子と話す機会があったんです。それで陽子に言われたことが気になって。どのようなお話だったのでしょう。俺の力の話です。陽子が言うには、俺の祖先にリリンってモンスター娘がいて、そのせいだと。リリンの血。なるほど。リリンは煩悩を司るモンスター娘なのです。その血を引くゼノクスさんは煩悩を自身の力として使えるのかもしれませんね。でも、なんで急に。田舎にいる時はこんな力なかったのに。可能性としてはそうですね。第三者から煩悩を向けられたことで、あなたの中のリリンの血が反応し、その力を発揮できるようになったのではないでしょうか。第三者からの煩悩？煩悩を向けられるということは、誰かに意識されているということです。あなたを異性として意識している人がいるということですね。え、それって。あれ、この力が使えるようになった時にそばにいたのって。あ、でしょ。巫女様もお忙しい方なんだから、そろそろおいとましないと。ああ。あらあら、そういうことなの。何のことでしょう。ほら、早く行きましょう。私たちもブラックオットニアスを追わなきゃ。そうだな。それでは失礼いたします、巫女様。はい、頑張ってね、ルアンナ。ご無事のお戻り。お気をつけて。